と行ける小さな星きらり輝くよ。気を取り直して。会いたい、言えない、いけない。頭じゃわかってるんだよ。膨らんでく思い、今にも溢れ出しそうだ。が合えば緩む方法気づかれないようにそばにいて泣かないでどっちもだなんてずるいお願い続けばいいのにあの角曲がればあの人の元へ帰る思わず手が触れてこぼれそうになるあ好きですそう言えばI'm not afraid to die.
ございます。私は、MC を務めさせていただきます、福岡東京拠点に活動しております浜崎恵里香と申します。よろしくお願いします。ではでは早速ゲストの方をお呼びしておりますのでご紹介したいと思います。ででん、今日のゲストは誰かな。どうも、2月10日毛布ワンマンでいます。すべてすべてすべて今日ずっとそういう感じ。はい、荒谷純平と言います。青森出身です。よろしくお願いします。そしてダダン、もう一人のゲストは、はい、ということでこんばんは、長野県出身のシンガーソングライターでマリコと申します。ひらがなのマリに子供の子でマリコです。よろしくお願いします。元気ですね。毛布さん、はじめまして。毛布と言います。はい、2月10日毛布ワンマンライブと言います。長い名前ですね。そうですね。略して何て呼べばいいですか。略して純平ですか。そうです。なるほど、ナイス。なるほど。今日皆さん何とお呼びしたらいいですかね。はじめましてですもんね、皆さん。そうですね。純平です。純平、純平。略して、略して、略して純平って言います。純平さんとマリコさんです。じゃあマリコさんで、はい。はい。はい、あ、なん、エリカで、じゃあ。浜崎さん。浜崎さん。あゆ、あゆ、あゆ、あゆ。エリカちゃん。はい。エリカちゃん。あゆ、あゆ。はじめまして。スルーされて。今日そんな感じなのかな。はい。じゃあ。よろしくお願いします。なんかマリコさん、はい、プロフィールをちょっといただいたんですけど、身長147センチ、体に似合わないパワフルな歌声と耳に残るキャッチなメロディーが印象的。あれ、マリコ今日立ってたらいいかな。なんか立っても、ちょっと立ってください。やばい、あ、もうだって顔映ってないですもん。座りますか。すごい。そう、147しかないんですよ。ちょっと大変ですね、今日カメラ。こうなんか、こうなって、こうなって、こうなるみたいな感じですけど。姿勢悪いかな、大丈夫です。あの、姿勢悪い。あ、そうなんですか。今日はじゃあ、ちょっと存分に姿勢悪い感じで。同じぐらいの感じで、じゃあ、お願いします。すみません、本当。私、背伸びしてますんで。あ、じゃあ、はい、じゃあ存分に、あの、あ、お願いします。はい、あの背中を丸めて、はい、あの、昨日見つめようかなと。声出なそう。そう。きっとあのテルさんが拾ってくれます。お願いします。ビーマビーマーキーで。エリカちゃんが声が遠いんで今。そう、あら、こんな感じで。僕は大丈夫なんですか。僕は全然大丈夫なんで、これを、はい、声が遠い、遠いんですよ、声が遠い。はい、ここ今ね、あ、マリコちゃん、マイクを、マリコちゃん来た。マリコ声でかいから。あ、はい、すいません。仕切り屋マリコ、ありがとうございます。マリコ来た、マリコです。浜崎さん、荒谷純平さん、マリコさん、スタッフの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。純平さん、純平さん。これ、これ、純平さんなんですか、それとも毛布さんなんですか。それとも略して、略して、純平さん、いや、略して純平さんです。純平さんですか。略すの、そこ難しい。声張ります、声張ります。いやでもすごい、あの、私先々週ぐらい、あれ先々週ですか。言わない、ね、そういうこと。出させても、え、なんで、何が、何で、え、何、先々週も、売れっ子、売れっ子、そうそうそう、そう、出させてもらって、実は、あのカル、そう、パルフィジアで、そうそうそう、あ、そうなんですね。いよぎのチャイナスクエアっていうところでね、放送してる、うんうんうん、
ですけど、ご飯が美味しい。そう、今日はでもね、火曜日でこれチャイナスクエア火曜日定休日なんで、はい、火曜日は食べ物が食べられないんですよ。だから私はそれがすごくショックでですね、うん、いつもショックです。今日は差し入れを用意してある。じゃあちょっと後でね、楽しみにしつつ。そうですね、食べながら。あ、はい、食べながら。いいと思う、ね、はい。じゃあどうしましょう、歌いきますか。プレゼントとかはいいですか。うん、後で。じゃあ準備中にいっちゃおうかな。ごめんね、マイクやってね。あ、じゃあ、あ、いやいや、次の人、自分の人。はい、じゃあ早速ですけど自己紹介代わりに曲の方をお願いします。はい、じゃあマリコさんから。マリコから、はい、わかりました。はい、略して純平さん。名字だからマイク。純平さん。純平さん。今週の番組テーマは福は内鬼は外、あなたの節分の過ごし方はです。よかったらですね、その話触れとこうよ、せっかくだ。自分は、私節分ちっちゃい頃に豆食べたぐらいしか記憶がないんです。節分なんかします？いや、まあ、鬼は外やりますか？いや、やりますやりますよ。いやいやいや、家族で。家族でやるんですか？家族で、父親がこうやってお面持って、一応まあ形だけ鬼は外をやってで、もう、はい、やりましたっていう感じで。毎年やる。まあ、小4くらいまでかな。すごい。そうそう、そうなんですね。あ、じゃあで、じゃあ準備ができたようなので、マリコさんの曲をお聴きください。どうぞ。はい、ということでですね、一曲お送りしたいと思います。私の名前覚えてます？マリコです。はじめまして、長野県出身のシンガーソングライターでマリコと申します。1曲目はね、星の瞳という曲をお送りしようと思うんですけれども、先ほどもね、私のツイッターに、長野県の方から、お犬のふぐりっていう花がね、もう今ねつぼみが出てるよっていうねメールをいただきまして、お犬のふぐりってか別名が星の瞳っていうんですけど、それをね題材にした曲を歌おうと思います。
けどこれから今より分かり合えたらいいな。名前を呼んでほしいのに、好きの一言が欲しいのに、ほらまた変な顔でごまかしてダメ。そうか、もう不安マン、略して順平が大丈夫ですか？すごい、なんかマリコさんの歌声165センチぐらいありそうな感じの歌声でなんか、そう、すごい交換しますかね、声ね、そう、すごい、めっちゃ可愛いですよね。羨ましいんです。ないものねだりで声が太くて、もうちょっとハスキーで、なんかそういう人の声すごい好きで、私も好きですよ。はい、この声すごく好き。もう、あの歌もめっちゃ上手ですね。とんでもないです。すごいいいですね。あのここの多分練習っていうか7時ぐらいからずっとここ空いてたんですけど、うんうんうん、そこずっと流れてたじゃないですか、うんうんうん、浜崎さんの曲、はい、超いい曲ばっかりで、 ありがとうございます、ね、いつも弾き語りなんですか？そうですね、ギター弾いて。じゃあ、あの素敵な CD はもう CD でしか聴けない？そう、あ、うん、あ、オケで歌ったりもする？あ、もうあれ、なんか私前モカっていう名前で活動してて、モカ時代のCD なんですよ。へー、じゃあもう手に入らない CD を私は聞いてたんですね。超レア、超レア。すごい、いろいろ喋ってくれるから助かります。上手。ありがとうございます。先輩、お話上手。あれ、心強い。あ、はい、毛布さんが準備が整っているので、真ん中という歌を歌います。
ことは果たして同じことなんだろうか。無意識に遠ざけてた明るい光を、道を歩く自分の足で、まっすぐなようで曲がってるかも、本当はないかもしれないけど、自分の真ん中を見つめてみよだと思っていたのは間違いで、分かっている自分と分からない自分がいて、全てじゃないからいいんだな。空よりも月の下と空を遮る行き止まりで息を詰まらせ、なぜこの足は動くのだろう。波に揺られる日々が続けど、今日は今日だけでしかないのだから、信じて生きて行こう。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで明日は節分らしいんですけど。明日節分ですか？らしいですよ。やります？普段。普段やらないですね。うん。ですよね。そうですね。上京してもうやらないですね。私もやらない。そうですね。子供の頃でも小4くらいまでやりました、ね。わかんない。そこまでかはちょっと覚えてないけど、でもやりました。おばあちゃん家行って豆まかれた気がする。痛いよ痛いよってやってた。うん、やったやった。うん。そうですね。やっぱり節分感出していかないと。そっか。今日は差し入れがあるんですよ。あ、ね、はい。じゃん。あ、それ私。敏腕スタッフの、はい、H さんが、じゃん。あ、恵方巻き。なんか私のだけでかくないですか？ちょっと。あの体のサイズに合わせて。いや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 。え、本巻きってどうやって食べるんですか？なんか、今年は鼻つまんで、え、嘘です。ちょっと本当に信じて、ひどい。え、なんか方角でも、そう、方角をちゃんと今年時間は時間どっちですか？方角は、どっかに書いてある。あ、南南東。時間は南南東ってどこ？南南東は南南東、時間は関係ない。え、でもこれこっちってなってる。あ、違う、私が持ってるから。あれ意外と天然。待って、あ、でもさ、こういうのさ、アプリとかでさ調べられるよね。どっちが、北が分かる。そう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 。北が分かれば、北？北こっち。あ、ほぼこっち。あ、じゃあこれを、あ、でもやっぱこっちだ。こっち、こっちですね。こっちこっちこっち。みんなでこっち向いてで番組的にどうなんですか。え、本当に今食べるんですか？嘘。うん、食べる感じ。あ、これ全部無理ですよ。1本食べきらないといけない。そうなんですか？え、全部今食べちゃう感じ。これは食べきらないと何か。南南東、南
天才が起こるんですか。天才が起こるんですけど私のせいでみんなに迷惑か。私がなんか災害があるかも。帰りに階段こけるとか。これ醤油とか。つらい。それ結構恥ずかしいじゃないですか。いらない。味ついてる。なるほど。じゃあ何のために食べるんだろう、恵方巻きって。健康。僕その節分に一回も食べたことないかもね。私も初めて食べます。そうですよね。だってなんかね、最近できた文化ですよね、なんか。へあ、そうなんですか。大阪だよね、確か。へえ。なんか大阪の海苔屋さんが開発したっていう。あ、そうなんだ。じゃあ海苔屋さんの策略ってことですね。そうそうそう。バレンタイン的なことですよね。なるほど。わあ、これは全部は無理だぞ。まあそもそもこれを口に入れられなくないですか。こうあのみんな食べちゃうとしゃあれもし。いや喋っちゃいけない。え？喋っちゃいけない。喋っちゃいけないよ。じゃあ私たちが食べてる間はどうすどうす。BGM。じゃあ急いで食べてください。急がなくていい。ゆっくり喋っちゃう。食べよ。じゃあ今年の健康と、はい、いろいろ願って、いろいろ願って。あれ毛布を願ってじゃない。そう、もう毛布、毛布、毛布を、毛布を願って来週。僕は毛布ワンマンって言うんですけど、2月とかいただきますそこ遮っちゃう。いただきます。あ、本当に本当に、嘘、嘘でしょ。本当に本当に大丈夫大丈夫。お面だけ後ろこうなるほどなるほど。そう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 、逆にどうしよう、どうしよう。そう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 、喋って喋って喋っちゃいけないんだよ。ここでした。まあいいや、これでおめおめ、まあ、食べてるのが映んないっていうのも含めていい感じ。いや、シュールだな。食べさせるなよ。食べさせるなよ。すいません、食べます。お腹空いてるから食べたい。本人が食べたい。面白すぎるな、お前。これだけちょっとしゃべっとく。この後ろ姿だ。後ろ姿をプレゼント用の写真。ああ、今日のプレゼントこれね。誰か分かんないっていう。大丈夫です。ちゃんと BGM 流れてるので。大丈夫大丈夫。まあ無理して食べなくてもいいよ。あまだ食べきれない。お持ち帰りしても。うまい。あ。喋っちゃった。ああ。せっかく一番でかいのくれっつったんだけど。なんでお腹空いてた。喋ってるし。面白いねこれ。こっから見た人何やってんだろうっていう。ちょっとテロップ流しとこうか。テロップ。お、食べた。早い。お、食べきった。 お腹空いてたんだよね。そしたら毛布さん一人で繋いでください。書かないでね。いや、全然ゆっくりゆっくりでいいんだよ。お茶、お茶あるから。お茶、どうした。なんか変なとこ入っちゃった。別に無理に食べさせてるわけじゃないから。お腹すいた。お腹すいたっていうか。このシュールな絵を流すと視聴者数が上がるっていう可能性も。はい、食べました。 お待たせしました。大丈夫です。今純平くんピンで映ってる。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。2月10日毛布ワンマンって言います。毛布ってでかくないですか。ちょちょちょ、だからもう喋っちゃってからいいんだよ。だからそのこのチャレンジなんですよ。だからこのめちゃくちゃ最初から言ってるわけです。私は。だからやっぱり
あれこれ恵方巻きってのは願い事は関係ないの？そうなんだろうか。健康と作業息災。あ、ヒロさんありがとうございます。あ、多くを望んじゃいけないわけねじゃん。恵方巻き。南南東へ向いて喋らずに食べきる。もう喋っちゃってるし。あのこれ褒められてんのかなんだか。どうですか？美味しい。普通に美味しい。ああ喋らしちゃった。僕はあの食べきるまで、うん、あの本当に喋んないで食べきりました。最低。なので僕はもう大丈夫。これで風邪治るかもしれないよ。そっち？もう治る？だってムービーを即座よ。え？え？だからその二人が喋ってしまった分僕にあの全部回ってくるっていう。運が回ってくるね。そう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 。いや絶対成功させてください2月10日。させます。なんかすごいあここで真面目な感じに。食べ終わんないと顔映らないシステム。マジで？なるほどね。なるほど。あまだ僕しか映ってないわけです、ね。あの声だけ映ってる。だからあんまりほら女の子が食べてるからずっと映ってる。そうですね。そうですね。うん。あ、全然気にしないですけどね。それを聞いて焦って食べ終わったりとかして。まあ浜崎さんが。面白い今が一番喋れない状況なのそっからが長い意外とここは何笑わすとこなのもしかしてプッとかやるほっぺたプッとかやるそうね、もうやばいですよそれはそうだよねもう怒られる放送がプーってなるあのそしたら映像引っこ抜くから、ね恵方巻きか。いやじゃあ。じゃあマリコそれお持ち帰りなんか。パワフルですね。だってもう同じぐらい食べ、あでも食べの遅いな。同じぐらい食べない。大体半同じぐらい食べた。半分食べた。まあじゃあそれじゃあ明日の朝ごはん。うん。あれ終わってからね、うん、ゆっくり。お疲れ様でございました。じゃあ終わった、お疲れ様でございます。じゃあ今日終わった感じで終わったのもだってだから毛布の告知もしたし。じゃあエンディングトーク撮りますか。はい、いや生だからあ生だったあと1時間半くらいだけどどうしてプレゼント紹介したっけ、うん、じゃあサクッとプレゼント終わりました。はい、プレゼント紹介やりまーす。どこだった？あ、これ。あ、1個用意してない。今週もプレゼント盛りだくさんです。毎度おなじみクラブパルヘチアステッカーはどこだろう。クラブパルヘチアステッカーと。こうやってやる。悔しいから食べるそうです。そこはまあいいや。なんでステッカーと2016年のカレンダーですね。それとオリジナル缶バッジ、これだ、これです。缶バッジと南さやさんのサイン入りオリジナルクリアファイル。ありがとうございます。クリアファイルとサイン入りだから違う、今なき髪がある。髪がある、髪が、長い髪が。あ、今ショートなんですか。ベイリーショート。だって、後ろ反り込み入ってるから。反り込みすごい、めっちゃいい。そしてジョホミッカコさんのサイン入りオリジナルマグネット、これかな。おあ、これだ、これ、あ、すごい、マグネット、これですね。これと、小川恵里さんのバンド、ソウムニカのオリジナル缶バッジ、これかな、これですかね。これと、
で普通にソウムニカって言えばいい。ソウムニカって何ですか？ソウムニカ。ソウムニカ。あれ番組のパクリでしょ？テレビ番組。そうなんですか。あ、そうじゃないか。そして宴さんの、あ、あ、そう出してない。宴さんのインチキマンションのお笑い CD。そして番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と番組終了後の、あ、これですね。インチキマンションです。そして番組終了後の集合写真か、さっきの恵方巻きの後ろ姿、どっちか。まあ、あれめっちゃレアじゃないですか。ですよね、うん、まだ食べてる。でもあともうちょっとなんですよ。食べちゃいましょう。あと私今日カレンダー持ってきて、それそれそれこれですか、うん、お、これはマリコさんのカレンダー、うん、え、これプレゼントですか、うんうんうん、お、これもプレゼントだそうです。イエイ、いいですね。で、これをプレゼントします。応募方法は番組スタッフが応募用ハッシュタグを、2月10日だっけ、2月10日、2月10日モフワンマンって言います。後でいっぱい告知しましょう。番組スタッフが応募用ハッシュタグをツイートしますので、リツイートするか、そのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募することを。シンガーソングライターというのは負けず嫌いなんですよね。だってあともうちょっとだから。すいません。あ、すいません。なります。ツイッター連携してコメントください。はい、そして2月誕生日の視聴者募集中です。毎月1回、その月にお誕生日を迎える視聴者、番組にゲスト出演いただいたアーティストの皆様をお祝いするということで、番組後半にバースデーソングでお祝いしたいと思います。あ、2月誕生日の視聴者の方はぜひぜひ、タイムラインにお名前とお誕生日を書き込んでコメントぜひください。あ、誕生日、うん、わ、あ、12月です、私は。結構前に。いつですか？僕は 5月7日です。あ、なんだ、誕生日じゃないですか？2月とか。その流れかと思いました、今。誕生日なのかと。もうさん誕生日かと思いました。いや、もう全然関係ないですよ。全然関係ないです。あ、でもモンフさん自体は誕生日2月10日ですよね。違います。あの、モンフさんの誕生日は2月10日、モンフさんの誕生日は5月7日です。2月10日、モンフワンマンさん、略して純平さんの、誕生日は5月7日です。分かりづれえわ、それ。仲良くなれない。ツンデレ、意味わかんない。ツンデレですね。ツンデレ、ツンデレ、ツンデレじゃねえし。面白い。はい、なんだっけ。お、ハッシュタグ、ハッシュタグが、お、やばい、映ってた、普通に。なんで映ってるんですか。いや、さっき食べ終わったから。今夜は恵方巻きでもぐも、ん、もぐもぐもふ東京2月10日。あ、優しいスタッフさん、めっちゃ優しいっす。いいですね。あ、今日は何回言うかな、2月10日もぐ東京。いや、ほら、みんながそうですね、そうだそうだ、うん、お、なんと、なんと画期的なシステム。どれくらいのキャパなんですか？300キャパ。すごい。でも、すごい。でも300は、あの、100を入れようと思ってやってます。今何人なんですか？今70です。もうちょっと、あと30、もうちょっといける、いけますよ、いけます。うんうん、すごーい。いや、だから、うん、そう、あ、でも今まだその話をする段階じゃないのね、今ね。もうちょっと、あの、後でこのここについてはもう熱く話したいから。わかりました。いいよ、撮ってて映してないから。今日はマリコは声しか、そうですね、あの、うん、声だけでも存在感すごいですからね。そうだよ、うん、どうしよう。さっきもなん声だけで100なんだっけ、なマリコちゃんうるさいみたいなの結構長い。1メートル。もぐもぐして黙ってますよ、もう。そしたら、いや、そんな、いっぱい喋りましょう。いいんですか？いっぱい喋ってください。いいですね、上手ですね、お話ね。本当に羨ましい。コーナーやりますかね。急に仕切る。喋らすと仕切り出すから。じゃあ、
やりましょう、やりましょう。やりましょう。じゃあ、先に私の持ち込み企画コーナーやりたいと思います。お二人とも、なんか地方出身ですよね、出身は。うん。青森と、そうです。まりこさんが、長野です。長野。なので、地元のあんなことやこんなこと教えて、みたいな。まあ、なんでもいいです。なんか、方言とか、おすすめのご飯とか、それか上京して思ったこと、何でもいいので、なんかそういう地元トークみたいなのできたらいいなと思ってます。でも新しいよね、箸握りしめって番組出てる子ってなかなかいないよね。あとなんかね、あの映ってる映ってる、この恵方巻き自体がやっぱお寿司だから冷えててすげえ寒くなってきちゃった。まあだって温かいお茶お茶もお茶も冷えちゃった。寒いよ。ごめん自由でやりましょう。コーナー恵方巻きじゃない、地方のなんとか、はい、いいですか？マリコ、はい、いいですか？マリコさんの姿が見れないのは寂しい。定型文定型文やめてください、ちょっともうこれは定型文ってどっちの、まあ、いい、寂しい定型文。定型文はこれ後ろのことを言ってるのかな、かな、前のこと言ってるのかなまあいいや、そこは掘り下げず、はい、どうぞ。はい、長野ってそっちはい、どうぞ。長野ですか？長野って何が有名なんですか？箸持ってていいんだよ、全然。長野ですね、そうですね、何が有名だろう。おやきとか。うん、そうですね、食べ物からいきますか。食べ物だったらおやきって知ってますか？わかんない。知ってますよ。なんで？あのおやき、青森にもありますよ。ほんと？嘘。白あんとこしあん、黒あんの。え？野沢菜なんですね。それは、でもそれもそれでおやきなのか。おやきって言ってんのか。おやきって。じゃあ長野のおやきとは違う、それは。うん、長野のおやきはですね、おやきっていうのは、なんか多分あれは小麦粉を水で溶いたみたいなやつを、の中に、長野はね、野菜を入れて、で、それで焼くんですよ。焼いたり蒸したり。それは家庭によって違うんですけど。で、私のおすすめのやつは、まあ、長野の野沢菜も、そう、特産なので、野沢菜入れたやつか、あとね、茄子の味噌漬けにしたやつがうまい。うん、超うまい。あとはね、あれ、切り干し大根。切り干し大根？え、切り干し大根わかんないんですか？大根、普通の大根と違うんですか？あれ嘘でしょ。切り干し大根、もしかしてそのどこだっけ。福岡です。福岡は切り干し大根ないんですか？え、全国的。全国ですよね。私があんま知らないだけ。てかもしかして漬物を食べないし。あ、漬物は あんまり。ほら、そういうこと。梅干しが好き。梅干し、切り干し大根美味しいんで食べてください。あ、その辺のスーパーに売ってるんだ。給食とかに出ますよ ね、出てくるはずだけど。でもいや、食べたことあるのかもしれない、もしかしたら。そうかもしれない。これ大根だったんだっていう気分になるのかもしれない、もしかしたら。あるんだけど出してもいい？あ、今ですか？食べたいですまた映んなくなりますよ。また映んなくなります。切り干し、だって切り干し大根ですよ。超好き、私家で作るもん。でもそこまで、あのテンション上がるあの存在じゃないですよね。ね、みんなうなずいてる。そこまで切り干し大根ってなんかね、お肉とかじゃないし。この人嫌い。もう積んでる。仲良くなれないもん。積んでる。仲良くなってもらう感じ。一回会ったことあったのに。誰でしたっけ？ないよ。僕は絶対あの全員のことちゃんと。知らない、会ったことない、今日初めて。僕はマリコさんのこともちゃんと2、3年前かな、ちょろっと1回会ったけど。わー、これ大根なんですか？あれ、でもなんか私の思ってた切り干し大根とちょっと違うんですけど。あのなんか昆布的なのも入って、いただきます。他のもも入っちゃってるけどって言ったら。あ、このこれがおきん。そう、この大根だけやってる。え、これもしかしてその切り干し大根もここで作ったんですか？これは違う。あ、これは買ったやつですね。そうすごい、なんかこの切り干し大根はだいぶ厚めに切ってあって、うん、たくあんって感じ、うん、細く切ったたくあんの味する。そうですね、おっきいですよね、これね、うん、もっと細い。でもマリコの好きな切り干し大根は
じゃあ好きな子だ。わけからね。今いるって言おうとした。もっとね、薄く切ってあるやつがあるんですよ。薄く切ってある切り干し大根、とっても美味しいです。なんか、うん、もっとね、こういう感じ、なんかね、めんつゆとかっぽい味のついた切り干し大根がとっても好きですね。まあまあ、でも私の好みの話になっちゃった。そういうもの。何の話だっけ。あ、地方のやなんとか。あ、そう、それそれそれ。あとなんだろう、長野の私の地域は、あ、方言。あ、七味、あ、うんうん。あのね、長野の長野市のところに善光寺っていう、善光寺って、寺って、寺があって、私、寺と神社の違いが、いまいちよく分かってないですよね。お坊さんがいるかいないかだっけ。神様か仏様。神様、あ、そう、神様、え、神様が神社で、仏様が仏様。あ、そうなんですか。あー、勉強になった。え、知ってた？知ってます。いじれるこれ。知りやがったよ。そう、それで善光寺の近くにその、売ってるんですよ。何？何だっけ？八幡屋磯五郎っていう、そう、七味唐辛子が売ってて、すごく風味がね、よくって、美味しいんですよ。そう、風味がいいのに辛い。柚子効いてます？柚子入ってない。なんで？何言ってんの？七味って柚子…七味柚子入ってるっけ？あれ、何言ってんの？あ、みんなうなずいてる、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 ほらほら、そうなんですか？ほら、みんな僕の味方、今日。ただ柚子の風味はしないです。山椒が効いてるそうっすね。あ、もしかしてそのブレンドによるのかも。その柚子多めブレンドとそうじゃないのかもしれない。やっぱ七味ってあの柚子のあの感じがいいんじゃないですか。ごめんね。ちょっと仲良くなれない。ごめん。それで、あ、そうそう、それとあとは私の地元筑摩市っていうところなんですけど、筑摩市は長野市と上田市の間にあって、わかりますか、上田市って。真田幸村の今。NHK テレビ見ますか？あんまり。真田幸村の上田シュールだな。シュールだな。善光寺の長野のその間にある、まあそんなに何もない筑摩市っていうのがあって、そこは特産が、マリコ独走。あんずが特産なんですよ。あんずって食べたことありますか？え、私給食に冷凍あんずで出てきましたよ。あ、出ましたね。あ、ほら、出ました。田舎は出るんだ、田舎は。冷凍あんずっていうか、あの、しその、しそ巻きあんず。違うよ、もうやだ。しそ巻きあんず。もう知らん、もう何言ってるの。しそ巻きあんずメジャーでしょ。しそ巻きあんず知りません。しそ巻きあんずよく給食出ます。知らない、ほんと。何言ってんの。しそ巻きあんず、何言ってんの。赤いあのしそにが、あの中にあんず入って給食に、うん、あれあんずだっけ。あんずあんずあんず、あんず、それは知らない。あんずあんず、あんず、いや、じゃあ青森の赤いやつ。そうそう、赤いやつ、赤いやつ、うん、青森って言ったらリンゴですね、うん、まあみんなそう言いますね、うん、え、あとなんかあないんですか。いっぱいある。ここで何市って読むんですか。五所川原市。あ、そのままだった。五所川原町。五所川原市。ヨシイクゾーの地元です。わっ、ヨシイクゾーって大先輩。ヨシイ、なんだっけ、ヨシイ。ほら、そ、東京サイクだ。あー、テレビもね、ラジオもね、今もね、なんとか、かんとか、え、な知らねえだろ、ほんとだ。ほら、東京サイクだ。そう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 、の地元。東京でベーコン買うだーでしょ。ベコ買うだって言いました。出てきたと思った。ほら、みんな、私の味方。いや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 。そう、あと、その、よし行くぞは、まあ置いといて、立ちねぶた、立ちねぶた。うん、それ知ってるよ。あのさ、なんか明かりが一回、ここ、ボボボボボってなってるやつでしょ。まあそう、ボボってなって、青森には、あの、座りねぶたと扇ねぶたと立ちねぶたといろんな ねぶたがあって、その中で一番あの迫力があって高いやつが五所川原の立ちねぶた。そうで、その最終日に必ず吉幾三があの歌いに来るっていう。え、すごい。そうそう、
もう 10年近く一曲そのあのねぶたの時期になると、ねぶたってどこ、五所川原、五所川原でやるの？でやる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 、五所川原もねぶたの時期になるともう一週間もう道路がもう何箇所かでやるってこと？いろんなとこで、あ、そういうことか、いろんなねぶたがいっぱいあって、でその中でねぶたのこと詳しく教えてほしいよね、ねぶた、ねぶたってさっきから、ねぶたって何をやるもの？ねぶたをあのできた今年のねぶたみたいなのがあるんですよ必ず。 あれ自体がねぶたなんですか？そうそう、あれがねぶたで、それをまあ弾いてあのやって回れやって回れってこう踊る、あ、跳ねるんですよ、ただそれだけあれ、まあ、だから出し、あれは、まあ、いわゆるねぶたって出しなんですね。そう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 、それを弾いて回るお祭り。そう、弾いて、まあ、その中であのみんなその町内会とかみんないろんな人たちがこうで集まってあのやって回れやって回れって言うんです。東京とかだといわゆるおみこしをこうやってやるわけじゃない。そう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 ですね。それじゃなくてこれ歌はあれを、これってこっちだけそのあのみんなに見せないと。君の仕事だよ。ねぶたを紹介するのは君の仕事だよ。何を？何を？でもそうあのまあまあちょっとあの立ちねぶた。そういうことですよね。でもそう、でも僕が僕が言ってる立ちねぶたはそれじゃない。そうなんですか？多分いっぱいあって、その中で一番高いもう本当にもうビルのもう8階ぐらいまであるくらいの高さで。でじゃあそう、それをだからなんだこのすごい鬼ですかこれは。そう、鬼とか、まあ、鬼かなんかいろいろいろんな多分そのねぶたっていうのはだからこれのこのこういう変な顔で変なってちょっとでかいこの鬼みたいなのの顔をしてるこれ自体のことを言うんですね。そうそう、でそれを弾いて あと林とかもあって、立ちとかさっき座りだとかなんか言ってたのは、そうそう、ねぶたがどういう状態になってるんですか？立ってるんですか？立ってる、もう僕の五所川原のねぶたはもう立って、もう本当にこういうもう、だから立ってる、足がついてる、足ついてる、足ついてる、足はそうそうそう、あ、でそれですごいでかい、そう、でも最近ではもう全国からもその時期に集まってきて、そうですよね、なんか有名ですもんね、うんうん、そうそうそう、知らなかった。だからそのあのもう地元にいると全然当たり前のことで何が楽しいのかなって感じだけど全然分かんなかったけど、最近このライブで青森とか行くときにその立ちねぶたの館ってあるんですよ、その記念館みたいな、そこに行くとあのそのロードムービーみたいなのがあって、立ちねぶたができたあの歴史みたいな、で結構それを作った人って僕の近所の同級生のお父さんだったりして、わあ、そっか、がその最近最初亡くなってから一回復活させて、この最初こういう感じでみんなでやったみたいな、この涙なしでは見れないこのあのドキュメンタリーになってるわけですよ。でそれを見て、はあ、僕はこの五所川原を誇って頑張っていこうって思ったわけです、うん、ねぶたの曲作りましょう。そうですねそうあのもう10年くらいその同じよし行くぞがもうテーマソングをずっと同じこの1曲だけが8月になると街中でこの1曲だけはエンドレスで流れてて、奪おう、そうだから僕はいつも言ってるあの第2のよし行くぞになりますよと、ジャンルは違うけどえすごい、そうそう、第2のよし行くぞ、もちろんそうなの、第2のよし行くぞですよ皆さん、第2のよし行くぞ、略して毛布お上手ですね、はい、お上手ですねそうです、毛布、2月10日毛布って言います。はい、え、あの福岡は何か、福岡は食べ物ね、美味しいです。なんかあれだよね、あの博多ラーメン、そういうお祭りはない、まず山笠、ああ、そっかそっか、山笠、なんかもうみこし担いでワッショイってやってるぐらい、なんか私もよくわかんないけど、地元の人は知らないですよね。そう、意外となんか地元のことって知らなかったりする。あれ三大祭りってねぶたと、え、ねぶた三大祭りだよね、マジで、すごっ、ねぶた青森すごっ。御柱は御柱、あれ御柱って知らないか知ってますか山笠も三大祭りじゃない、今年御柱なんですよ。御柱ですか？そうです、そうです、怪我人が、ねえ、あ、こっちお客さんの話
してる。いや、いい、あの必要な知識をどんどんいただける。今日すごいたくさんお客さんね、来られてて、本当にあのこう、東京の代々木チャイナスクエアってところでね、これ放送してるんですけど、す今からでも間に合いますよ。うん、今からも来れるし、アリーナ席の方と今ちょっとそうね、あの入場料無料で、2階席の方ちょっと声、あ、じゃあアリーナー、2階席ー、もうお客さんに気使わせてどうするんですか、本当やめて。ありがとうございます。ありがたいね、本当にすごいあったかい。いっぱい今日もお客さん来られてて、無料なのでね、ぜひぜひ毎週火曜日にこれ放送やってるので、ぜひね来てほしいね。ですね、もうまさに今日ゲストなのに。MC 魂。あ、私 MC やってたのだって2年3年前とかですよ。そうだね。ここでされてたんですか。やらせてもらったんですよ、うん、ちょうど1月から3月のクールでした。うん、うまくない。うまくはないですね。え、その時はこっちだったね。そうですね、こっちやった。ね、でも、大昔はこっちだったんだよね。あ、そうなんだ。純平くん、そうですね。大昔こっちだった。こういう、こんなモニターとかもなかったし。すごい歴史を感じるね。カメラはこの1個しかなかった。1個しかなかった。おこれの前の、すごいね、もっとボロいやつ。本当にありがたいですよね、こうやって、そのね、毎週こうユーストリームもやらせてもらって、ここライブもねできるんですけど、ライブもねよく土日とかねさせてもらったりして、あ、戻ったね話ね。ほら、ねぶたないよ。ねぶたは入ってないのか。聞いたことないもん。ね、3つともあんまりよくわかんない。全然話広がらなくてすいません。あ、東北三大祭りに入るんだ。なるほど。それは何なんですか。ねぶた、仙台山笠、これなんていうの、ねぶた山笠なんていうのこれ。長老なんていうのこれ。まあいいや、どうぞ。誰かがきっと調べてくれますよ。いや、調べてくれてるんだけど読めないっていう、うん、じゃあもうねぶたの話はいっぱいしたんでね、うん、福岡の話を。福岡の今度食べ物の話。福岡、おつ鍋とラーメンと水炊き。いいですね。明太子もいい。からし明太子。からし明太子いいですね。私も一回ライブ行ったんですよ、福岡に。そう、天神。この間行ったばっかじゃん。去年のね、4月。あ、そっか。うん。どこでされたんですか。天神のなんかね、バーで。バーで。そう。天神ってなんかね、あの東京の歌舞伎町みたいな。え、そうかな。え？なかなか怖い兄ちゃんみたいなのいまして。え、いないですよ、いないですよ。天神ってそういう。それはマリコさんが言ったから。そういう街じゃないんですか。なんか天神からもうちょっと歩いたところにある中洲が結構。中洲、あ、じゃあ中洲ってとこかもしれない、もしかしたら。ちょっと分かんなくなっちゃったけど。中洲は屋台あった。屋台も入りました、はい、うん、そしてラーメンも食べました。超美味しかったです。ラーメン美味しい。豚骨あの紅生姜入れて食べた。おー、え、入れないんですか。本場の方は入れない。あ、あんま入れないで。あ、苦手。あ、エリカちゃんが苦手なのね。どうなんだろう。でもよく入れてるの言いますよ。あ、そうか。あんまりラーメン食べない。ラーメン何言ってんの。スーパー赤くなる感じ。うるさい、ね、うるさい。ずっとこんな感じなの。いや、そうですよね。ちょっと赤っていうかピンクっていうかね。そうそうそう。いっぱい入れるので。があれはいいですね。それもいいですよね。ラーメン食べますか。食べますよ。あ、ラーメン美味しいですよね。昨日も食べて、私ラーメン。すごい。もうほぼ毎日ラーメンと、やばい。え、何ですか。いや、さっき読めなかった。ああ、もうずっとそれ見てるんですね。お祭り。いや、流れてくる。はあ、はあ、はあ。ああ、誰か教えてくれた感じですか。そうそうそう。あ、関東祭り。関東か。うん、関東祭り。ね。関東祭り。ああ、もうだってほら。聞いたことないよ。こっちの、これ見てるお客さん、みんなこれ話ふ、これちゃんと見てくれてて。そうそうそう。諏訪ですねとか言って、私がこっちのお客さんと勝手にお話ししてたこともちゃんと広げてくれて、本当ごめんなさい。そう。御柱祭りね、そうそうそう、そうなんですよ。
あれこっち更新されてない、本場の多分こっちからし明太子もう一度食べたいです。あ、接続が切れました。あ、再接続、うん、やっぱ食べ物いいですね、うん、食べ物の話は幸せになる感じしますもんね、うんうんうん、なんかもう今日一日生きててよかったってちょっとなるいや明太子食べたい。私も多分世界で一番明太子が好きなんですけど食べ物、はい、あ、明太子が好きです明太子が好きです。いやでもチャイナスクエアの担々麺大好きです。いや美味しいですよね。800円ですね。700円。あ、700円、700円です。あの最悪100円はマリコに入るあ、じゃあこれを見てね、800円払ってくれた人は100円じゃあ私にバックくるってことでマリコに教えてもらいましたって言ってマリコに100円買える。マジですか、すごい、そのなんかすごいですね、ネズミ子みたいネズミ子ちゃう、ネズミ子ちゃうシステムはネズミ子。福岡、なんか、ま、他には、なんだろう、方言とかは、方言、なんとかと、かわいいえ、もなんかあの言葉でやってください。え、じゃあなんか喋り、あ、じゃあ私方言で喋りますね。喋、うん、喋り、うん、なんか話をしない、話をしない、なんだろう。いや趣味は何ですか。趣味はお笑いライブに行く。やばい、全然方言が使えないもう何しとっと、あ、何しよっと、何しよっと、あ、何しよっと食べてばっかりマリコさんでごめんなさいあ、そう、うどん、あ、うん、確かに、そうなんだ。あの、ごぼう天うどん、ごぼう入ってんの。そう、ごぼうが入ってる。ごぼうの天ぷら、そう、なんです、入ってる。おいしい、おいしそう。うん、え、じゃあ青森はなんか方言、なんか萌えなやつを教えてください。萌えなやつ、うん、とみたいな、何しよっとみたいな。だべとか、だべ、あ、だべじゃない、違う、あ、じゃあ結構北海道より、まあ、違う、近いもんね。だべ、たげ、たげとか、たげ、たげ、たげってどういうことですか。すごいとか、たげ、たげうめえみたいな、タゲ美味しい。いや、タゲうめえな。タゲうめえな。うん、タゲ、タゲ。あ、そう、タゲだ。タゲ。長野はマーズって言います。マーズ？マーズ。マーズ。とってもマーズうまい。マンズ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 。お、あ、近いね。マンズ。なんかちょっと仲良くならない。なら仲良くならない。マンズうまい。マンズうまい。いや、あの、マンズうめえ。違う、あの、イントネーションちょっと。マンズ。マンズメン、ま、これはマンズメな。ちょっとバカにしてるじゃん。いやいやいや、マーズって、こっちはマーズ、マーズ、こ、こ、マーズうまいねーみたいな。なるほど、うん、バリウマ、うん、バリウマ、バリウマはなんかね、コギャルが使えそうですね。バリウマ、そうですね。やっぱバリカタとか言うもんね、ラーメンもね。あ、バリカタ、あ、そっか、そっから来てるんだ、バリカタ。はー、ごめん、ラーメンの話ばっかってごめんね、ほんと食べ物のことしか、なんかごめんなさい、ほんと。いやいやいや、今日なんかみんな方言で喋りませんか。いや、嫌です、嫌です、嫌です。いいよ、嫌です。そんなに、でも、え、そんなにある、そんなにありますよ。あの、え、じゃあやってやってよ、やってよ。そうやって、あの、東北県民はそう言われて、うん、一番やりたくないです。なんかさ、あれじゃなかった、青森ってさ、あ、ちょ、嘘、なんでもないでも関西の方はもう、あの、ね、と違うんですよ、東北県民。もう隠したいんですよ、この方言。なんで、かわいいじゃん。いや、違う、その東北、まあ、かわいい子がやってたらだけどどういう意味ですかね。え、どういう意味なんですか。かわいい子が方言だと燃えるなって、そういうテレビありましたよね、なんか、あの、方言の、どこの方言が好きかみたいな、女の子に、TOKIO のやつで、なんか見たことある。え、もうちょっと、私をドキドキさせてください、なんか方言で。いや、そ、え、じゃあ、わかった、えりかちゃんに
じゃあ今日はどこどこがすごく可愛いねってこうやってください。方言で。はい、3、2、1、今日の髪型、かっぱいいな。何かっぱかっぱいいな。かっぱいいかっぱ、かっぱ、かっぱいいな。かわいいのことかっぱって言うんですか。いや、かわいいじゃなくて、まあこれもさっき、マンズとかに似てる。あ、すごいみたいな。すごい。あんま、ドキドキしなかった。いや、いや、もう津軽弁はドキドキしないよ。違うよ、毛布の言い方だよ。もう毛布になっちゃったけど、毛布の言い方がいけないんだ。違う、毛布東京の2月10日までが、そうワンセット、ワンセッ ト略したら順平になるから。順平さん。え、順平2月10日まではいらないわけね。え、まあいいや。なん好きにやってくれ。いやもうなんかもうフリマリコ先輩にも嫌いになった。もう自由だよね。まあいいや。マリコさんの方言は燃えるって。マリコさんの方言ですか。マリコさんの方言も聞きたいです。じゃあはいはい、どうぞ、はい。なんか、なんだろうね。この切り干し大根だから、マリコが男役としてで、エリカちゃんを口説くとき。あ、はい、じゃあちょっとこれ食べながらね。食べるの。ビール飲みながらね。あ、そういうこと。いや、今日寒いな。寒くてな、エリカちゃん、今日何してただ？今日は家でギター弾いとったよ。ギター弾いとったの？まあ、えらいね。おばちゃんじゃん、ただのおばちゃんじゃん。おかしいよ、ちょっと。ただのおばちゃん。何？マリコは逆にそう口説かれたいわけね。違うよ。方言を一生懸命出した結果、そうなっただけで。いや、だからもう方言はもう話って言われたらダメなんですよ。いや、あ、でもあれあるよ、あのね、あ、なんだろう、今日カラオケ行くしないとか。行くしない？そう、カラオケ行くしない、行くしない。そう、高校生ぐらいの時に使ってた。行くしない、これは私の地域だけなんですよ。カラオケ行くをするってこと。カラオケでもマジだるいからマック行くしない。へえ、そう。これはなんか、筑摩市の、本当にその辺の、なんて言ったらいいの、筑摩市、長野市ぐらいのところでしか通じない方言らしいんですよ。どうでもいいね。へぇ、あ、へぇ、へぇ、なんへぇ、なんへぇ、あ、なんへぇ、あ、ちょ、なんへぇ、なんへぇ、8へぇかな、8ぐらいかな、今。嫌い。あ、ずずらら、ずら、うん、そう、ずらとか。静岡みたい。あ、そう、うん、静岡寄りの方の人たちは今日来るらとか言う。へー、うん、いや、今日何してるらみたいな。へー、私の方はでもだーが多いな。あとね、リンゴがボケるっていうね、言うでしょ。言わないの？はぁ、あ、言わないの？リンゴの国なのに。意味わかんない。いや、長野もそこそこリンゴの国ですけど。あ、どういう、リンゴがボケたって言いますよ。どういう意味？ボケた、美味しくないリンゴ、時間経っちゃって美味しくないリンゴ、うん、あー、あの黄色くなったやつ。黄色っていうか、なんか、なんていうの、そうそう、カスカスのなんか。ボケる、うん、ボケるっていう。え、そう、なんていうの。じゃあそのリンゴがもうちょっと食べ頃を過ぎちゃって、ちょっとなんか、なんていうの、カスカスっていう表現でいいのかしら。マスが入るっていう、ね、なんかね、別にその茶色くなって腐ってとかじゃないわけじゃなくて、いや、何もないカスカスだねって。別に美味しくないねって。まあ、特に、まあ、リンゴ食べますか。食べますよ、蜜が入ったもう、ね、そう、リンゴ好きじゃないんじゃない、うん、今年のリンゴはすごく甘いよね。蜜すごい入ってませんか。わかんない。長野だけですか。わかんない。わかんないですか。わかんない。リンゴ本当に好きですか。リンゴ好きです。あれ、年末に大量にあったリンゴ食べなかった。え、あ、食べなかった。
食べなかった人か。あれ確か長野のリンゴだよね。あれ、あ、食べたよ。食べたよね。うん、あ、持ってきてくれたやつでしょ。そうそうそう、あの、うん、ベンの T さんが。そうそうそう、美味しかったね。うん、あと、あ、そうだ、あのゴミな投げるっていう、ゴミ投げる捨てること、そう、うん、え、何、え、え、普通、うん、普通、え、それなんかもう舞台用語かと思った。違う、もうゴミ投げてきて、方言ね、ありますよね、普通に。あるある。あ、そ、あ、そんなこびっくりされなかった。結構びっくりされる、はい、片付けるとも言うよね、投げるって。あ、まあそう、まあ、同じ結構びっくりされるけど、投げる。もうちょっとエリカちゃん飽きちゃったみたいだから、違うコーナーやろ。いや、なんか面白いなって聞いてましたよ。違うコーナーをやろ。なんかエリカちゃんちょっと喜ばすコーナーをちょっと。え、なんでノートパソコン、ノートパソコン逆になって、逆になってる。え、ノートパソコン、ちょっとエリカちゃんを喜ばす。あ、喜ばすって言ったの。ノートパソコン。なんでノートパソコン。どこからノートパソコン。わかんない。エリカちゃんを喜ばす。今日私そうに聞こえたよね。今日私酔ってないですよ。まだ、うん、酒が切れちゃった。え、違う、何が、どういうこと。え今日は酔ってないんですけど。ごめんごめん、ちょ、適度にアルコール入ってないとダメな感じ。嘘、今日ダメ、今日ダメそう、うるさい。いや、ありがたいです。ありがたい。ありがとうございます、リガちゃん。どうしよう、時間って大丈夫なのかな。そろそろライブしますか。っていう感じでいいですか。いや、なんか時間がね、だって、うん、あと まだやることあります。いや、もうライブと告知だけ。あ、そうか。いや伝え忘れたことないですか。ない。私めっちゃ喋ってるから。まあ、曲一曲ずつにしてもっと喋るっていうのもありですけどね。ただこれ9時40分にエンディング始めるとすげえ後余るんですよ。そうなんだ。さすが先輩。いや、でもほら、大事な告知を。あ、そう、大事な告知ある。あ、そう、歌った後の方がいい。そうもちろん、うん、そうもちろん、うん、歌いますか。そうですね。ちょっと何歌うか、何がいいですかね。何がいいかな。何がいいかな。リンゴの歌はないんだっけ。リンゴの歌、うん、ない。何がいいかね。どうしようかな。先に順平さん。リンゴはないけどオレンジはある。いますよ。オレンジはありますね。じゃあオレンジ歌いますか。あれ、さっきスピカだっけ。さっきね、星の瞳歌いました。そうだ。なんでこれ入ってないんだろう。オレンジどうしようかな。でもあれあれだね、バレンタインデーが近づいてきたから、ビタビタビタベタチョコレート。いらない。じゃあ決めました。今日すごい自由だな。大丈夫ですか、楽しんでますか。大丈夫ですね。あ、よかった、よかったです。あ、モフさんこんな大きいんですね、背。あれ？あ、切れちゃった。あれ直してる。いや、あれ、これがこうだから、こうしと、あれ？こうか。こうして、こうして。めっちゃ映ってる。で、こうして、で、直しに行けんのか。ちょこっと。あれ、ここにいる時ってどこのカメラですか。カメラが落ちちゃった。カメラが落ちちゃったんですか。今日はね、だいぶ自由な進行で、私が多分ぐちゃぐちゃにしてると思いますけど。そんなこと。皆さん楽しんでもらえたら幸いです。じゃあ一曲ね、1曲じゃない、2曲ほどお送りしようと思うんですけれども、マリコがね、小学校4年生の時に書いた、
タイムカプセルのお手紙がね、二十歳の時に届きました。そのね、お手紙の中には、二十歳になったマリコちゃんはどんなお仕事をしてますか、歌とか歌ってますか、自分に素直にやっていますかとね、書いてあってですね、自分に自信のなかったマリコはすごくね、はーっとなってしまって、だけどね、こうちゃんと歌諦めずにやってるよと思ってね、こう嬉しくなって作った曲を一曲お送りしようと思います。タイムカプセル。どこまでも遠くへ手を伸ばして伸ばして掴み取るんだ、明日なら言えるさ、いや言うんだ言うんだ、君に届くように心の奥、潜めた闇。
ちゃダメなのもわかってるんだよ。だけど動き出せない電源を押す。その部屋だけで夢つかめるんですか。誰かが僕を呼んだ。立ち上がろう、手を伸ばすんだ。明日の僕を迎えに行こう。もう絶対戻りはしない。今動き出してる、その両足は間違いなく君の足だ。その心の奥潜めた本当の想いを今ぶつけようよ。その心の奥潜めた夢をぶちまけて、一つ一つ組み立てよう。アップデートするのはゲームじゃなくて明日未来、僕自身だ。今動き出してる、その両足は間違いなく君の足だ。その心の中潜めたやりたいことを東京ワンマンライブさんです。純平さんもじゃあ2曲お願いします。はい、はい、あ、大丈夫ですか。切り干し大根って言うんですね、これ食べたことありましたでしょ。美味しい。そう、美味しいんですよ、切り干し大根。とっても大好き。辛い、ちょっと辛いんですね。なんかちょっといろんな混ざっちゃってるから。あ、本当だ、ちょっとあれだ、ちょっとあれが入ってる、鷹の爪的な。うん、おいしい。空まで手を伸ばす。
何度も言ってますが、2月10日来週ちょうど1週間後に六本木モーフ東京というところでワンマンライブがあります。ずっと100人動員目標ですと言って、今日まで来てあと1週間ちょっと、ようやくもう70くらいまで来たんですが、今まで僕はワンマンライブをもう50人規模のところでしかやったことなくてですね、それでも50も実は入ったことなかったんですけど、でもずっと一緒にやってる仲間とか先輩たちがもう100人規模200人規模でずっと戦ってるのを見てですね、僕もそこにもう自分が今までできていないことに挑戦していかないといけないなって思ってですね、今回こうやって、自分がちょっとすごく厳しいだろうなっていう会場でワンマンライブをしようと思っております。今まで何が足りなかったのかなって思うんですけど、きっとそのちょっとでもできないなみたいなことをやってやるぞっては言葉では言ってるんですけど、どこかしらこの頭の隅でなんかもしかしたらできないかもなって思う自分がいたからダメだったのかなって思っていて、あともうちょうど1週間ちょっともうできることも限られていますが、あと30人絶対呼べると信じて歌っていきますので、もしちょっとでも響いたら2月10日ワンマンライブ来てほしいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう一曲、景色に恋をするという歌を歌います。
この景色に僕は恋をする。明日には忘れてしまっても、きっとどこかには今を刻んで、今日を刻んで
どうもありがとう。恥ずかしいの？超いい曲でしたね。また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 先輩。じゃあ嘘ですけど。嘘じゃないくて。これは聞きたいですわ。毛布の広いところでね。みんなねそう思いましたよね今ね。売れたいね。売れよ。売れましょう。売れるよ。本当。売れるよ。うん、いやいろんなほら。いろんななんか事務所みたいなところに毛布行きなさいって連絡した方がいいですよ。いや、してますよ。おわ、じゃあ来るんじゃないですか、いろんな人。ちょい来ます。うわ、これはもしかしたらあれですよ、もうもうこんなところでは見られなくなっちゃうかもしれない。そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない。そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、僕違う違う違う、それが本望なんですよ。あ、あ、そういうこと。こんなところにいつまでも見乏しくない。私も早く卒業してやる。なるほど、そういうこと。でもこんな場所ないですよ。いや本当ですよ、うん、超助かって本当にありがたいです。こんなもう人の、ね、お腹空いたっつったらご飯出るね。お腹空いたって言ったら恵方巻きくれて、うん、たくあんくれて、うん、人で成り立ってる場所で、ね、本当ですよね。あ、すいません、いいですか。はい、お二人に大変助けられております、ありがとうございます。じゃあ私も一曲、ねえノアという曲を歌いたいと思います。いつか見たい光景もどこへ続いてる、走り出せ感じるまま、
休んでしまいそうな空にすがりついていたいだけの目の震え立たせるんだ、あの向こう側の世界を夢見て、ありがとうございます。邪悪な魂を感じます。邪悪な魂を感じます。どういうこと？うちに秘めたあのなんかこうあの今日とかあの結構うんって言っててちゃんとこう何言ってるの？内に秘めた熱い思いを感じたんですね。そうです、はい、そういうことです。さすがマリコ。さすがマリコだね。でもそう。はいはい。分かってる分かってる。言ったんです。そうやって言ったんです。分かってる分かってる。そうやって言ったんです。分かってるよ。ハッピーバースデーっていうやつやらなきゃ。そうだ。そうだ。ね、やろう。なんかコメント来てますかね。2月生まれの方。あの僕共に個人的に来ました。あ、本当ですか。これをちょっとじゃあいただいて。じゃあここでみんなでハッピーバースデーって言っちゃダメかな。弾く、バンドで。バンドっていうか。アコバみたいな。そうですね。で、じゃあマリコ伴奏入れて。急にそういうこと言うの。いや、できるできる。え？バースデーできますか。いや、違う、オリジナルだった。あ、いや、今日定番のやつ。なんか実家に譜面置いてきちゃって。マジ？なんか様子が変だと思った。実家なんですね。実家？え、実家？え？あの毎月福岡帰ってて、そう、なんか荷物がごちゃって。あ、じゃあ定番のやつじゃあマリコ。なんでそんな急な振りなの？私はできない。だってスリーコードだよね、あれ。ハッピーバースデー。じゃあテルちゃんやったらいいじゃないですか。え、できる？できる？たぶんし。おやり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 よ。なんだっけ。あ、GC ってほら、じゃあ自分で。じゃあみんなでやる。みんなでやる。みんなでやる感じ。あ、じゃあお名前。じゃあこれ。ありがとうございます。これこれ。あ、じゃあお呼びすればいいんですね。はい、ということでですね、2月生まれの方たちをここでみんなでお祝いしようということで、まず視聴者の方、2月の17日生まれの小見村さん、おめでとうございます。拍手。もう歌うの？すげえいますよ。いっぱいいるよ。はい。そしてですね、2月生まれの番組出演者の方が、4日スケキョンさん、おめでとうございます。そして、え、全部言ってれでおめでとうで歌ったらいいんじゃないですか？まず。ババ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 バ
よしよし、そしたらじゃあ歌おう歌おう。今初めてやってます。すごいね本当に。うん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 、じゃあ歌ったらいいんだね。よしじゃあ歌いましょう。上村さん、上村さん、え、なんて言った？上村さん、上村さん、上村さん、え、なんて言った？上村さん。あ、練習だもんね今のね。よし、ほら、はい、え、私が歌うんですか？はい、わかりました。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。泉真美さん、今井里穂さん、森彩香さん、鈴木ゆりえさん、南ゆりさん、若林美希さん、山下、山下、松本京介さん、かなさん、みもと、ちいさん、きさらぎあいりさん、ひかさん、白井あんこさん、佐藤和馬さん、あきこさん、辻村まりなさん、吉間美希さん。バチバチ。すごいね。ちゃんとリハーサルしないと。あ、今のがリハーサル。3月からまたちゃんとできるというね。3月も呼んでもらえるかわかんないですけど。ちょっとアピールした。あ、そうか、そう、そういうことだ。すごいね、これいつからやってるんですか、このハッピーバースデーって。あ、この前の特番だったからか。3年前はやってなかったかもね、確かに。やってたっけ、あの、第1火曜日。うん、あ、第1火曜日のは毎月やってるんですね。僕なんか毎回その回かもしれない。なんか、お、そうなんだ。なんか、なんでじゃあ君しくしかって、なんか私にマイクを渡さずにやったらよかったのに。いやいや、だって歌う人と弾く人とってみんなで役割分担しようねっていう言ったのに。なんかごめんなさい。すごいね、役割すごいちゃんとあったね、ゲストなのに。食べた分はちゃんと仕事しないと。あれ、そういうことだったの。すごい、最後の最後にこんな爆弾みたいなことされた。でも一番美味しかったのに、今ちゃんとやるのね。美味しかったのかどうかはちょっとわからないけど。ちゃんとやる。じゃあ最後ね、プレゼント抽選とかしますか。あ、先にプレゼント抽選しますか。あれ、告知ほら、最後の方がいいんじゃない。そっか。すごい、ほら、重要なことがあるらしいから。ハードル上がり。プレゼント用、もう一回プレゼント紹介して、はい、じゃあプレゼント紹介もう一回します、うん、トゥルーカラーズアルバムボリューム2のオリジナルステッカー&2016年のカレンダー、そしてそれね、最近しきたりはゲストに持たせるらしい。なるほど、じゃあお願いします。はい、あ、でも自分のも持った方がいい。でも丸めてあるからね。でも、わかんじゃん。私が入ってます。私が。そう、私が丸まってます。はい、ステッカー&カレンダー、そしてトゥルーカラーズウィンターフェスタのオリジナル缶バッジ、そして南沙耶さんのサイン入りクリアファイル、城穂美香子さんのサイン入りオリジナルマグネット、そして小川恵里さんのバンド ソウムニカのオリジナル缶バッジ、そして宮崎恵里さんのオリジナルステッカー、あ、イタゲーさんの提供、インチキマンションの笑い CD、そしてあれ、あ、そう、これはポスターですか、マリコさんの。はい、ポスターです。はい、ポスター。そして、番組コーナーで使用したスケッチブックをした番組終了後の集合写真になります。ハッシュタグをつけてコメントいただいた方、抽選対象で1名の方にプレゼントします。おめでとう、はい、おめでとう。あれ、おめでとう。え、もう決定？誰かをこうじゃがじゃがじゃがじゃんってやらないといけないのね。じゃあ今日 MC の。あ、じゃあ行きます。あ、引き込んでくれた。行きますか？どうぞ引いてください。それでいい。じゃーん。ワリパパさん。ワリパパさん。あ、ワリパパ。ワリパパさん。あ、これ、あ、持ってる。
だってこの前私がここに来た時もワリパパさんだったもの。そう、これだけ違う人にあげようよ。これだけ違う人。じゃあワリパ先輩と、うん、聞かなくてこれ会場の人にあげる。あ、じゃあそうします。じゃあ会場じゃんけん、あ、後でじゃあ会場じゃんけん、今やればパパッ。じゃあ私に、マリコに私に勝った人だけ、ずっとちょっと腕を上げてもらって。あ、欲しくない人やらなくていい。最初はグーじゃんけんぽい。パーの人、パーの人、2人、じゃあ2人でじゃんけん、せーの、最初はグーじゃんけんぽい。あとでサインを書いてお渡しします。ありがとうございます。あとでサインを書いて、でしょ、あの折って送るよりお渡しするの。確かに、うん、よし、ということでじゃあ、はい、大丈夫、はい、コメントいただいた皆様をご紹介し先にしますか。はい、これです。じゃあ、ザーってやっちゃえばいいじゃん。で、大事な大事な告知、一番大事な大事な告知だ。ね、大事な、超大事な告知だから。ハードル上がる。いや、みんな大事な告知ね、うん、みんな大事な告知ね。うん、見てくれた、熱あつし上田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひでお西口さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。え、おめでとう。あきこさん、あきこさん、ありがとうございます。あかすさん、ありがとうございます。そして東京ラブさん、ラブさん、ありがとうございます。スマイルミッキードリームさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ずしパンさん、ずしパンさん、ありがとう。あ、これ読みました、読みました。そら色さん、そら色さん、ひかたろうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。えっちゅうさん、ありがとうございます。ひろさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ひろさん。以上かな、うん、はい。じゃあ、番組告知、はい、こっちが先。あ、こっちは、うん、僕、こっち番組告知は最後でしょ、さすが最後。じゃあ、はい、お待ちかねの告知を。じゃあ、はい、じゃあ私が先にやらせていただくんで、はい、最後に大事な告知を。やっぱ僕さ、やっぱ先にやろうかな。私ですね、来週2月11日の木曜日の祝日に新宿のオレバコというところで、ツーマンライブをさせていただきます。おお、これがね、あ、ありがとうございます。来週はね、皆さんも知ってるかわかんないですけど、バレンタインっていうねやつがありましてね、女の子がねチョコレートを持って好きな男の子にチョコレートを渡すというねイベントな日ですね。チョコレートもらう気配ありますか。この日めっちゃもらえるんじゃない、もしかして。おね、ということでですね、この日はですね、マリコもすげえトラック、そうだよ、100人分のチョコレート、わー、ということでマリコもですねチョコレートを手作りで作って、この日は全員にプレゼントさせていただこうと思っております。それからですね、こう来てくださった、先に並んでくださった20名、先着20名の方に、この日だけ発売のオムニバス CD を発売、あ、プレゼントさせていただきます。は、売るの？プレゼントです。プレゼントです。無料プレゼント20名様。売り物にはならないの？ならないと思います。うん、あ、で、これのために、新しく録音した音源を入ってるので、とってもとっても素敵な CD になっております。それで、この石田亮と2人でコラボで曲をやったりとか、いろいろとね素敵なことがありますので、この日はぜひとも来てほしいなと思います。どうしたの、てるちゃん、何を見てるの。あ、いいよ、勝手にやってくれ。そしてですね、私今勝手に自分で自分の挑戦をしておりまして、1月の20日から6月の20日までで、CD を500枚皆さんにお届けするという挑戦を行っております。まだまだ私の会ったことない方々に、500人にマリコを知ってほしいなと思いまして、CD をお届けというのを挑戦しておりますので、それはサブタイトルが友達500人できるかな。そうですね、それでですね、ごめん、そうですね、500人の中の一人にねなってくれたらとっても嬉しいなと思います。ぜひぜひゲットしてください、よろしくお願いします。で、今日歌ったね曲は
すべて、夢の続きというね全国発売している CD に入っておりますので、ぜひともねチェックしてくれたらとっても嬉しいです。ありがとうございました。マリコでした。ありがとう。じゃあ鳥なので先に私は2月は、4本ライブやります。まずはここ宮城チャイナスクエアさんで2月7日お昼のライブです。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。この日はお料理食べられます。そして2月11日は下北フラワーラグーナ初めて出させていただきます。そしてちょっと1週間ほど福岡に帰りまして、福岡のライブになるんですけど玉川ポルタさんという場所で、あとフリーライブですになります。ぜひぜひ遊びに来てください。そして2月25日は池袋サニースポットさんでやらせていただきます。詳しく、詳細とかはですねツイッターとホームページがあります。ツイッター浜崎えりか、そして公式ホームページ浜崎えりか .com でやってますので、ぜひぜひチェックして遊びに来てもらえたらと思います。そしてちなみにさっき歌ったねえのは主要の音楽配信サイト iTunes とかレコ直でダウンロードできますので、ぜひ気に入っていただけた方はぜひダウンロードしてください。以上です。ありがとうございます。では、はい、はい、わっ、わっ、はい、私ですね、荒谷純平と申します。2月10日、来週1週間後、六本木の毛布東京、300人キャパの会場でワンマンライブやります。今までもうさっきも言ったんですけど50人くらいの規模の、ところでしかやったことがなくて、前回のワンマンも40人も入ってないんですよね本当は。でもそう言うともう来てくれた人がもうよかったのにとか言うかもしれないんですけど、なんだろう、やっぱり僕に絶対足りない部分があったと思うし、変なもくだらないプライドとかいっぱいあったと思うし、そういうのも全部捨てて、一人一人に、来てもらえるように、動いて、歌を歌ってきたつもりで、ようやくもう70まで来ました。動員が前売りと予約を合わせて、もう今間違いなくもう今までで一番たくさん来てもらえるワンマンライブになるとは思うんですが、この日は僕は100人動員目標としておりまして、もうもっともっと僕が見てるところはもっとです。もう武道館アリーナもっと大きなところを目指して、この100人がゴールじゃないし、これがもう荒谷純平もこれからちょっと応援したこれからも応援していかなくちゃいけないよっていう思えるようなライブにしていきたいなと思います。タイトル青い炎が揺れている。僕多分今日とかも全然楽しそうじゃなかったりとか、なんか暗いやつだなとか思ったでしょ。思ってないですよ。嫌いね、いや仲良くない。そんなこと言ってないじゃないですか。大好きですよ。やだもう。何言ってるんだろうもう。でもそう、青い炎って見た目やっぱりちょっと弱そうじゃないですか。赤い炎より。でもその僕はもう青い炎をもう揺らして、もう熱い思いで歌ってるんだよっていうことを、ちゃんと見せたいなと思っております。バイオリン、ギター、そしてキーボードのサポートも入れて、今までとちょっと違ったアレンジでやりますので、どうか来てほしいです。オープニングアクトは僕の大好きな先輩の小田和也に、お願いしておりますので、よろしくお願いします。ます。すごい素敵、ね、さっきエリカちゃんに言ってたのみたいだね、青い炎ってそういうことだよね。あ、そういうこと、うちなる秘めた燃えるものみたいなことだもんね。お、通じる、ね、通じてるね。通じる、私は通じてない。すごい嫌そうな顔をしてかわいそうに、どっちにも嫌われてる。あらららららら嘘だよ、嘘だよ。いや絶対100人来ますよ、大丈夫です。そうですね、頑張ってください。そう、私たちの恵方巻きを無駄にしないでください。私たちは喋ってしまったから。いや、はい、絶対大丈夫ですよ、ね、ぜひね、ぜひ、よろしくお願いします。あと2回今週の路上ライブできますので、明日と5日、お、場所はどっちも池袋で、チケットを買いに来てください。ぜひぜひお願いします。お願いします。じゃあもう最後に番組告知でいいですかね、はい、
クラブパルヘジは毎週火曜日夜8時から西武新宿線いよぎ駅南口から徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンのでご覧の方はこちらのいいねボタン、そしてこちらのチャンネル登録も、ぜひぜひよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。楽しかったです。楽しかった、うん、お邪魔、お粗末様でした。お粗末、お粗末さん。じゃあ最後にあのパルフェジアのポーズをで、あ、そうだ、来週のゲストは第2火曜担当の高尾彩香さんで、ゲストは現在ブッキング中ですかね。はい、お楽しみに。では最後のですね、右手が棒で左手で輪っかでピーです。じゃあ今週もありがとうございまして、あ、ありがとうございました。来週もって言ったらその後にクラブパルヘジアで、パルヘジアのピーですね。そうですね、お願いします。じゃあよろしいでしょうか。はい、今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。お、いい曲だ。いい曲が流れてる。ありがとうございました。ありがとうございます。この曲は何ていう曲？つなぐ歌です。つなぐ歌。